アーサー・フィリップはイギリス海軍の軍人及び植民地の行政官である。彼はオーストラリアにおけるヨーロッパの植民地初の提督である。アーサー・フィリップは1738年にドイツ人の教師ジェイコブ・アーサーとイギリス人女性の愛の子としてロンドンで生まれた。母エリザベスはイギリス海軍の軍人と結婚しており、夫の死後ジェイコブと再婚した。アーサーは グリニチ病院の学校で学び、13歳の時に小船員として弟子入りした。彼は15歳の時にイギリス海軍に入隊し、7年戦争中のミノルカ島の海戦に参加した。1762年に中尉に任命されたが、1763年に7年戦争が終わった時に現役を解かれ、半休状態となった。この時期に結婚し、 ハンプシャーに牧場を買った。1774年に彼はスペインに対する戦争に参加するため、ポルトガル海軍に入隊した。1778年に本国イギリスが戦争に反対したため、彼はイギリスに戻った。そして1779年に初めての自分のカンバシリスクを指揮することになった。百八十一年にユーロパの指揮を取ることになったが、 1784年には、再び半球に戻ってしまった。1786年10月、彼は、イギリス海軍の船、シリウスの船長に任命され、同時に、オーストラリア東海岸のイギリスの流刑植民地で、ある、ニューサウスウェールズ総督に任命された。この任命は、内務大臣、トマスタ・タウンゼンドによるものだが、大倉省高官ジョージ・ローズの推挙があったとされる。 彼はアーサーの牧場の近所に住んでいたため、アーサーが有能な男であることをよく知っていた。アーサーは48歳だった。778人いた囚人の多くがロンドンのスラムの窃盗犯だった。囚人の統制を担当する船員は一般から募集した。オーストラリアまでの長く危険な航海の船員を集めるのは簡単ではなかった。農業や建設。 手工業の経験がある者が船員に含まれるべきという彼の意見は却下された。植民地の情報はジェームズ・クックの報告書以外になく必要なものはすべてイギリスから運ばなければならなかった。彼は海軍の水兵と植民地を運営する役人とともに船に乗り込んだ。船団はファーストフリートと呼ばれ11隻で構成した。 1787年5月13日にポーツマス港を出港し、8ヶ月後の1788年1月18日戦闘の船がボタニー湾に到着した。彼はジョセフ・バンクスの助言に従い、安全な停泊所と水源がないとの理由でこの地は入植するのに適さないと判断した。数日間の探検の後、彼はポートジャクソン湾に入ることに決め、 1>, 1月26日には水兵と役人が湾内のシドニー工部に上陸した。準備した物資は限られ、食料の生産は急を要したが、シドニー工部の土地は痩せており、慣れないテント生活と相まって混乱していた。囚人の多くはロンドン出身で農業の経験がなかったことが混乱に拍車をかけた。囚人たちは農作業には反抗的で、 農地の整備は進まなかったった。そのため植民地は最小限の食料配給を長期間続けなければならなかった。船員たちの士気は低く、囚人の統制には無気力だった。そのためアーサーは囚人の中から監視心を選びたの囚人を監督させなければならなかった。これは1811年にマッコーリー総督による改革で実現した。 囚人解放の伏線となった。アーサーはイギリスを出発する前に、植民地には奴隷制は存在せず、したがって奴隷は存在しないと語っていた。しかし、彼は軍人として統制を重んじており、囚人の鞭打ちや公主権は容認していた。食料の窃盗をした者は公主権に処された。植民地の労働力として、囚人たちの協力は必要不可欠だった。 このため、彼らの権利を尊重することが求められた。公開中、二人の囚人が荷物を盗まれたとして、船長を訴えようとした。当時イギリスの囚人には、訴訟を起こす権利はなかったが、彼は、訴訟を起こす権利を認めただけでなく、二人の囚人を支持し、訴えられた船長に保証を命じた。食料を不足の結果として、解決病が流行し、 1788年10月にアーサーは物資を取り寄せるためにケープタウンへ船を派遣しなければならなくなった。この船団の司令官は後に彼の後継として総督になるジョン・ハンターであった。彼は先住民アボリジニのエオラ族とも対応しなければならなかった。彼は入植者に対してエオラ族を公正に扱わなくてはならないと命じ、彼らを殺した者は 公主刑にするとした。彼は、ベネロングというエオラ族の男に家を与え、通訳となるよう教育した。そして後に、彼をイギリスに連れて行った。ベネロングポイントという地名がシドニーに残る。アーサーは、マンディービーチで、エオラ族の男たちと遭遇した時、誤解により背中をやりで、疲れたが、使用人に口外しないように言った。入植者が、エオラ族を不当に扱っている中で、 彼は信頼していた。しかし、すぐに天然痘などのヨーロッパ人に持ち込まれた病気によって、エオラ族の人口は急激に減少した。彼は、流刑植民地の運営は困難との認識を持っていた。彼が直面していた一番の問題は、土地の支給を求める役人や士官たちに関してであった。彼らは、食料生産よりも土地を得ることに熱心になっていた。 植民地の不動産陶器は潜在的に高収益だった。アーサー・フィリップ・シドニーの西2 0トルほどのところに農地に適した肥沃な土地を発見し、1790年までに状況は安定した。彼は囚人ジェームズ・ルースにパラマタの農場を与え、食料を生産するように命じた。約1400人の住民の多くは家を持ち、 食物を自給できるようになった。1790年6月にイギリスから第二陣の船団が到着した。しかし、この船団には100人以上の囚人が乗っていたが、彼らのうちのほとんどが病弱で働くことができなかった。そしてイギリス船シリウスは1790年3月にン破しており必要な物資が失われていた。その中で彼は人口の密集を解消するため、 後に激しい虐待の地として悪名高くなる農法ーーク島に入植地を建設した。1790年12月までに彼はイギリスに戻ることになっていた。しかし植民地は政府に忘れられており何の指示も受けなかったため彼はそのまま植民地に残った。1791年に彼は政府から2つの囚人の戦団とそれに加えて 必要な物資が毎年送られるとの報告を受けた。しかし、その年の7月に2000人の囚人を乗せた第三人の船団が到着しようとしていた時、食料は再びそこをつき彼は軽かったに船を派遣しなければならなくなった。シドニーは木造の小屋やテントしかない集落だったが、1792年までに植民地は落ち着き始めた。捕鯨業が普及し、 貿易船がシドニーを訪れ、景気を満了した囚人は農業に従事するようになった。ジョン・マッカーサーと他の役人たちは羊を輸入し、羊毛の生産を開始した。植民地にはまだ農民や職人、商人が少なく、また囚人たちは自分たちの食料を生産するだけに限られていた。1792年の終わり、彼は食料の不足から体調を崩しついに、 イギリスに戻る指示を受けた。そして1792年12月11日、彼はエオラ族のベネロングと数多くの動植物の標本と共にアトランティック号で帰国の途に就いた。彼の帰国時、ニューサウスウェールズにおけるヨーロッパ人は4221人でそのうち3099人が囚人であった。植民地開発の初期は苦闘と困難に、 直面していたが、最も厳しい時期は過ぎ、ニューサウスウェールズにおいて、さらなる飢餓は発生しなかった。彼は1793年5月に、ロンドンに到着し、辞表提出、そして年間500ポンドの年金の支給を受けた。アーサー・フィリップ・ゾーズ・ママーガレットは1792年に死亡しており、彼は1792年に、イザベラ・ホワイトヘッドと再婚した。 少しの間バースで生活した。彼の健康は徐々に回復し、1796年、退仏戦争で責任のある立場に立ち、部隊の指揮をするため海軍に復帰した。1799年1月には海軍少将になった。1805年、彼が67歳の時に海軍大将として海軍を引退。そして晩年のほとんどをバースで生活した。 彼は、ニューサウスウェールズの友人と連絡を取り続け、植民地の行政の手助けをし続けた。1814年8月31日、バースにて75歳で死去。バタンプトンの聖ニコラス教会に埋葬された。だが、墓は、長年所在がわからなくなり、1897年に、発見された。そしてニューサウスウェールズ州総督のヘンリー・パークスによって修復された。 1937年、バースのバスアビー協会の彼の記念碑が除幕された。他の記念碑は、ロンドンのミルドレット S 協会にあったが、1940年のドイツ軍の空爆によって破壊された。しかし主要な部分は1968年に、セントポール大聖堂の近くに建て直された。シドニー王立植物園には、彼の記念像が設置され、ナショナルポートレートギャラリーには、 肖像画が展示されている。オーストラリアでは彼を記念して、ポートフィリップ湾やフィリップ島の多多くの通りや公園、学校に彼の名が付けられている。また、現在のオーストラリアドル導入以前に流通していた、10オーストラリアポンド紙幣に肖像が使用されていた。アラン・セラールが彼について、オーストラリア人物辞典に記述した文は以下のようである。 しっかりとした精神を持ち、謙虚で自己中心的な行動はしなかった。入植地がどうなるか予測するのに、十分な想像力とその時に何が可能で適切なものかを認識する常識を持っていた。ほとんどの人が不満を述べていた時に彼は決して不満を口にせず、ほとんどの人が災害を恐れていた時に彼は希望を持って自分の仕事を続けることができた。彼は 流刑植民地を建設するために派遣され、広大な自治療の基礎を築いた。ありがとうございます。